せーの、We are Team Boys のあまりさん、ハロー、パパ。はい、ということで皆さん、あの人っていうのは得意不得意ってものがあるんですよ。喋るのに苦手なこともあれば得意なこともある。まあ、例えば、ガイムシ。絵が上手いんですよ。先に特技、うん、食べるって。やるやろ今から。なああれやろ、あまり座の時が歌みたいなもんやろ。ちょやめてやめて。一番俺がなんか出しにくいみたいな。そのまあほらなんか漫画作ってみたとかあったりとか、伝言ゲームやってると思うんですけども、ダントツですごい絵を描くんですよねこの子。そう、どうしてどうして、すべてね、怒ってんアート、あーはい、そうやなんだよ。デザイナー15票、一番絵下手1分、エロショーと変わらない説。もう一回行くわ。お題を一つ、キャラクターを出して、 MC は15秒で書いてもらう、若葉は1分時間を与えて書いてもらいます。だからタロシャとエンちゃんにはもうお題を何も知らない状態で、エンちゃんは MC のしか見れない、タロシャは若葉のしか見れない、まあ、このクオリティで言うと秒数を与えれば、まあ、同じクオリティじゃないかと、まあ、いい勝負するんじゃないかと、まあ、かつ分からない絵かもせんし、分かる絵かもせん、とりあえず私らは向こうで待機しとこう。じゃあまず、はい、一つ目、うん、まあ、特徴も分かりやすくいいんじゃないでしょうか。アンパンマン、ドラゴンボールの悟空。絶対若葉の方が分かるやつやん。そうな。じゃあお互いの絵は見せない状態で、で完成者を見せないでください。位置について、あ、お題、ドラゴンボールの孫悟空、用意スタート。それでは、お互いの絵をちょっとじゃあぜひ横に行って確認してください。はい、準備見せんよな、はい、では、せーの、相手に見えんよな。多分分かった。キャプテン、いや、作品は分かんない。で、これ、わかんない、むちゃらも喋れない。いや、待ってメインキャラかな、なんだろう。オッケー、私はこれでいきます。このキャラは何ですか。せーの、孫悟空。孫悟空、せーの。じゃあ、答えないでください。ああ、はいはいはい、若葉。これ、カメハメハウって髪の毛、これっていう。怪しい。次の問題いきたいと思います。ミスターポテトヘッド。はは、それでは、は書きます。レディーファイル。あ、いいっすね。おい、ちょっと、ハンソン、ちょっと、そういうアレンジいいですね。じゃあ、上手だわ。表現。2、1、終了。今、ミスターポテトヘッドです。せーの。おー、うまっ。特徴は、お互いやったと。耳こんな。あ、耳やったわ。耳やったわ。耳やるわ。この、え、誰だ。見せてください。お互いね、相手チームには見せないよ。はい、15秒きつい。よーい、どうぞ。分かった、めっちゃうまいやん。よっしゃー。オッケーオッケー。いや、多分、うわ、俺2択やねんけど。オッケーオッケー、いいよいいよいいよ。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。それでは、お互いだ。このキャラ誰。せーの、ミスターポテトヘッド。あー、まあ、ポテトヘッド、ポテトヘッド。ちなみにもう一個は、ポテチのあの、あ、私も思った。でも名前はないから。誰ともミスターポテト、正解。こっちバレめっちゃ。どうした、どうした。でも今のところいい勝負説が今それ分かってるよね。なんかもう MC がとにかく不利かなって感じ。当然20秒とかにする。うん、15秒の方がおもろい。そうやな。まんまん。それでは、おめでとうございます。また行ってきます。まあでもこんな感じで、ちょっと絵の苦手かもやけど一回見して。はい、こんな感じです。あ、でもさっきの写真も忘れた。おお、一緒やな。それでは、よーい、
やばいやばい。やばい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 。最悪や。最悪や。シェーロー。めっちゃ険しい顔してる。お互いムズいポイントあります。こいつ険しい顔してる。お互いムズいポイントがあります。それではお互いの絵をご覧ください。2人のガーフです。よくポイント見てる。せーの、ムズいポイント。バカバカいい。ああ、あれ、うん、わかった。うん、わかった。ね、いや、多分そうだと信じる。え、わかんない、どっちやろ。それではお二方、はい、答えの方も固めましたでしょうか。はい、それではせーので、あー、いきますね。このキャラ誰？せーの。エヴァのアスト。エヴァのアスト。エヴァのアスカラングレーの時。答え。アスカラングレー。関西だけもよかった。あ、そう、これで分かった。眼帯描けばよかった。ちなみにイラスト、いやー、あ、ツインテール、ツインテールかな。これで丸いな。セーラームやった。でも丸やって三角やったからアスカかなと思った。見てきます。いや、悔しいな、ごめん。いや、すいません。よし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 。それでは参ります。よーい、セット。どうする。ジュシジュワウソウソ。難しいね。これあ、かわいい。わかるわかる。あ、俺ケロロ軍曹みたいになってもた。それではお互いの画伯の絵をご覧ください。どうぞ。ああ、わかった。ちょっと忘れて、一瞬で分かった。一回調べてもらえる。一瞬で分かった。すごい上手上手。え、ほんまに15秒上手やす。頑張った。ベッド全然違うけど、まあ、おっ、絆絆。それではレイクレさん。それではお二方、うん、発表してもらいましょう。このキャラ誰だ。せーの、チラーチー。チラーチ。すごい。うわ、分かった。どうした。すごい。なんでこんなキャラおらんかった。いや、イカみたいなキャラやなと思ったけど。いや、ちなみにトラちゃん、どこだろう。短冊と目の下。あ、この頭と眉毛、この星やん、これ星。めっちゃチラーチやん。俺ケロロ軍曹描いてもらおう。マジミスだ。さあ、それでは次の問題いきたいと思います。次の問題、人気かつ分かりやすいけど似たようなキャラもいます。2人とも頭の中にイメージはあるある、早く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 。それでは始めたいと思います。よーい、スタート。それろ、これ取れろ。じゃあ、お互いのちょっと画伯を確認してください、はい、せーの。わかんない。あー、いいですね。どんなの。さあ、お二方、ジラシ伝わったからいける。さあ、お二方、絵の方ご覧ください。いいじゃん、今するのかってとこやけど。多分お多分わかんないけど、多分これズルちゃん。わかんないけど、これズルちゃん。ズルじゃん、多分。ズルとかある。ただに審査員が強いって言ってる。マジ。いや、オッケーオッケー、うん、マジ。ダンと言ってます。それでは行きましょう。このキャラ誰。せーの、ポンボ。正解。うわ、うまー、トンボ。ということで、勝者、エムラシャー。